じゃあ始めます。なんか朝早いのにこんなに来てくれてありがとうございます。ドッカーで遊んでみようかということでドッカーの話をします。昨日の LT でも話した長野と言います。よろしくお願いします。軽く自己紹介なんですけど、長野正弘と言います。アットマーク風風呂で、ギターゴムの風風呂って IT でやってます。で、LINE という会社で運用のエンジニアをやってます。で、まあ、自己紹介のところで、よく最初にサイトリライアビリティってつけるんですけど、まあ、サイトの信頼性を上げると、性能を上げるってことを中心にやってると思ってますといいと思います。で去年の FC アジアで、まあベストトークショーの3位をいただきましたということと、あとその後ですね、リスコンの3で優勝しました。で、まあ、今年も、まあ、昨日も言いましたけど、リスコンの4っていうのを、まあ、予選の募集が開始されてます。まあ、去年優勝してるんで、こういうことにしてしまうんですけど、よろしくお願いします。まあ、調子に乗りましたね。で、今日の本題なんですけど、まあ、どっかの話をするんです。その前にちょっとアンケートを取らせてください。まあ、今日たくさん、ずっと来ていただいてるんですけど、この中でどっかを使ったことがあるって方はどれくらいいますか？手を挙げて、まあ、結構いるんですね。なんか今日喋ることなかなか違いそうですけど、でどっか実際どのマシンの上で使ったことがあるか、まず Mac の上で手元で動かしたことある方って、まあ、結構それが多いですね。直接 Linux 上、まじ、あの本番環境などでっていうので、まあ、結構いますね。 Windows の方いない、いた、ちょっといた、うさいます。Windows も多分問題なくてできると思うんですけど、まあそれ、まあ実際ちょっと Mac の話が中心になるんですけど、それの話で進んでいきます。で、どっかで進みようかねってことですけど、まあタイトルを考えるというか、遊ぶっていうふうなことに、ちょっと中心にしたんですけど、どっかということで、まあ、僕自身もその本番の環境でどっかを動かしてサービスを動かしていることは全くないんですね。ただ手元でいろいろ動かして遊んでるという状態で、まだどっか自体そのいろんな技術がウゴのタケノコのようにボコ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 同じようなものが生えてきてて、まあ、どれがベストプラクティスなのかっていうのは全く決まってない状況ですね。ね、なんで、まあ、その使う使わないってことを考えると、まあ、本番環境ではまだあまり使わないのかなっていうのを個人的に思ってるんですけど、まあ、新しい技術に対してじゃあそこで本番で使わないから使わないって時も終わってしまうかというとそうではなくて、まあ、遊んでみるっていうことも一応選択肢としてあるかなということを思ってます。まあ、ただ遊んでみると本当になんかハローワールドやって終わりじゃなくて、まあ、完全に基礎を身につけるとですね、実際どう動くのかだとかどういう構造になっているのかを確認するってことと、あとまあそれによって実践的なノウハウを貯めるってことが必要なのかなと思ってます。なんで今日の内容ってことでちょっと、まあ、前半のものがすごく中心になるんですけど、ドッカーの基本だとか、ドッカーのイメージを作るための、設定ファイルですね、ドッカーファイルとかをなした上で、FC エージェントのバードのことを話すんで、バードのことについていこうかなと思ってます。で、最初ドッカーの基本ですね。ドッカーとはって、ウィキペディアとかの、解説出てくるんですけど、こういう説明がまず出てくるんですね。ドッカーとは、旧ドットクラウド社ですね、が開発したコンテナ管理ツールだったんですけど、これちょっと、今となると説明が足りないっていうのが実際のところです。で、このドッカー、ドッカーコムか。のサイトのここのファティーズドッカーって書いてあるんですけど、ここの、まあ、何書いてあるかっていうと、こういうことなんですね。アプリケーション開発回復実行のためのオープンなプラットフォームって書いてあるんですね。ただ単にコンテナを実行する環境だけじゃなくて、アプリケーションは、その配布、配ったりだとかってところに重点がいってるとですね。で、まあ、うだうだ書いてあるんですけど、まあ、どっかを使うと、まあ、アプリケーションをどこでも動かせるようになるって話ですね。で、これを、まあ、簡単に図にしたのが、勝手に書いたんですけど、こんな感じになってて、Docker でやってる Docker Hub っていうのは、アプリケーションを配布する、そこにインターネット上のサーバーに置いといて、そこから、アプリケーションを取ってきて、手元で実行できるための Docker Hub ってものがあります。で、そのアプリケーションを作るための Docker ファイルと、それを実行する Docker エンジンっていうのは、この3つをな、が、全部並べた上でプラットフォームだと言っていると。で、それを支えるのがコンテナ技術ですね。で、それはコンテナっていうものは開発環境、クラウドだとか、オンプレミス問わず動くことが動作するっていうんですね。で、このコンテナっていうのはどういうふうなものなのかっていうと、
アプリケーションを、まあ、そう実行するコストの環境から隔離させて、まあ、それぞれ異なるリソースを提供して安全に動かすことができる。それこれがコンテナですね。で、まあ、同じようなものに、まあ、仮想マシン、バーチャルマシンというのもあるんですけど、それとはどう違うかというのが次です。で、左側が VM ですね。ホスト OS に対してハイパーバイザー、今だと KVM だとか、バーチャルボックスだとかが動いて、その上に、OS ごとですね、ゲスト OS が動いて、いろんなライブラリとかがあって、アプリケーションが動くっていうのは、左側のバーチャルマシンです。それに対してコンテナっていうのが、Docker エンジンですね。ハイパーバイザーに対して Docker エンジンが、動いてて、OS がその上で動くわけじゃなくて、アプリケーションが直接動くようになってます。なんでこの OS が動く分のオーバーヘッド、余計なリソースを使わないっていうのが、このコンテナの特徴です。で、もうちょっと詳しくなんですけど、まあ、どういうふうに隔離するかっていうところなんですけど、まあ、その、ホスト OS ではもちろん他のプロセスも ABC って走ってるんですね。それに対して、Docker エンジンが間に入ってるコンテナに関しては、そことは明らかに違う環境、LS だとか BS したときに出てくる、環境っていうものが全く違うものが出てくるとでですね。で、どんなものが、隔離されるか、コンテナによって Docker エンジンによって隔離されるかってことなんですけど、ファイルシステム。まず親のホスト OS が出てくるファイルシステムとは全く違うものが見えます。あとネットワークだとかコスパ名だとかも異なります。で、あとプロセステーブルですね。初めまあ、バッシュとかで入って PS って言った時に、自分自身しか出てこないとか、そういう状態になります。で、あとユーザー権限ですね。他のホスト OS で作ったユーザーというのは全く影響を受けずにいます。あと、ちょっと隔離されるって部分とはちょっと異なるんですけど、まあ、CPU だとかメモリーだとかっていうのがどれぐらい使っていいだとかっていうのも制御されます。このコンテナによって、制御されて、隔離されます。で、これらが全部 Linux のカーネルですね。一番下にちょっと書いてあるんですけど、機能を隔離、使っていて、どっかってもこのコンテナの管理ツールって言われるコンテナ自体を提供するものじゃなくて、この Linux のカーネルの機能を使ってコンテナの管理をする。まあ、その分では最初の説明は合ってるのかなというのは、ところです。で、早速、Docker のインストールなんですけど、ちょっと早いです。まず、まあ、Mac に入れるってことを考えるんですけど、まず Linux のカーネルが必要になります。なんで、必ず、まあ、Mac 上だったら、バーチャルボックスだとか、VMware のですね、使って仮想マシンを起動する必要があります。で、その方法っていうのが2つあって、ブート2ドッカー、これがよく使われるんですけど、専用の Linux を中に入れて、Mac 上のドッカーコマンドからそれを操作するですね。で、もう1つっていうのが、僕はこっち下の方がおすすめなんですけど、Vagrant っていう、まあ、仮想の環境の管理ツールなんですけど、これを使って任意の Linux ディストリビューションですね、Ubuntu だとか CentOS だとか好きなものを入れて、その上で Docker コマンドをそこにさらに追加して、Docker を使うわけですね。で、Boot2 Docker っていうのはこういうものなんですね。Docker の起動に特化した軽量 Linux ディストリビューションですけど、30メガぐらいですね、容量的には。なんで、ダウンロードもすごい早いし、起動もあっという間ですね、数秒で起動してくるということです。で、先ほどの動作イメージに、ね、重ねると、一番下 Mac があって、そこに対してどっかのコマンドを入れると。で、仮想環境としてはバーチャルボックスが一応指定されてるんで、バーチャルボックスの上で、ブート2ドッカー、これが Linux ですけど、動いて、その上で動くドッカーのデーモンですね、これと通信をします。で、一番上のコンテナですね、これを操作するとなってます。で、実はこの Docker っていうのが Linux 用のツールではあるんですけど、Mac でも動いて、Mac の Docker はこの API を叩く用の専用のツールとなっていると。なんでか、その、普通に Docker を Linux 上で使っているように見えて、こういった API を叩いて動くようになっています。で、もう一つの Vagrant ですね。先ほどもほとんど言っちゃったんですけど、仮想環境の構築ツールです。今までその仮想環境の OS 入れる場合は、手元でまあなんか VMware とか VirtualBox を起動して、その上でなんか ISO のイメージを指定して、セットアップしてとかいうのをやるんですけど、それらを全部自動的にやってくれるツールです。
で、まあ、レグラントファイルというふうなものを使うと、まあ、設定ファイル、まあ、から、自動的に仮想環境が作れる便利なツールです、ね。で、ブート2ドッカーとレグラントと比べるとどうなのかっていうと、ブート2ドッカーの一番いいところは、まあ、インストールが楽ですね。あと、Mac 上から普通にターミナルからドッカーって叩いて起動使えるんですごい楽ですね。ただ、まあ、この後ずっと説明している中に出てくるんですけど、このファイル共有ですね、そのホスト OS 側とコンテナとのファイル共有を使いたいって考えたときに、Mac から間にあるブート2ドッカーを通ってコンテナに行くんで、この間のところでファイル共有がうまくいかないんですね。なんですごい不便に感じるところがあります。それに対して、ベグラントなんですけど、このファイル共有が、すごい、まあ、Linux 上で動いてるのと全く一緒なんで、まあ、確実に動くと、ですね。あと、ゲスト OS の機能を活用して、なんかいろんなことができたり、まあ、ゲスト OS 上に、ブート2 Docker では入ってないパールを使って、何かしらの他の作業をしやすさせるとかができると。まあ、めんどくさい部分っていうのは、ゲスト OS にログインする必要があったりだとか、ゲスト OS を起動するオーバーヘッドっていうのがどうしてもあります。ただ、ちょっと迷いにくいバイグラントっていうのも、ここでは、説明の中では使っていきます。で、バーチャルボックスが必ず必要なんですけど、それのインストールと、ダウンロードっていうのはこの辺からできます。ちょっと字が小さいんですけど、なんか適当に選んでくださいとですね。で、バイグラントで Docker を使えるようにするっていうのは、方法なんですけど、手作業でまずやることもできます。適当なディレクトリを作って、ベイグランドイニットですね。ここでは、シェフセント S6.5 って書いてあるんですけど、これをイメージとして使います。いろんな、元々の OS が入ったイメージっていうのがたくさん用意されてるんですけど、中でも、まあ、使いやすいのがこういった、シェフ社ですね。サーバース、プロビジョニングツールですね。を提供している会社がやってるイメージです。で、これを指定して、ベイグラントアップってやると、OS が勝手に起動して、設定が進んで、最後にベイグラント SSH ですね。これをすると、その仮想 OS の中に入ることができます。で、その後、OS、仮想 OS 上で、ゲスト OS 上で、ロッカーを入れるんですけど、まあ、EPL ですね。こちらの方を設定しないと Docker の IPM がないんで、EPL を入れて、Docker の IO を入れて、Docker をスタートすると。で、再起動した時に勝手に上がってくるように Docker の、まあ、設定をして、最後に、まあ、ベイグラントって大体ユーザーがベイグラントって決まってるんですけど、そのベイグラントユーザーを Docker のグループに入れてやると、いちいちスルーしなくても使えるようになるので、これをします。で、ただ、ログインし直さないと、そのグループの追加っていうのが適用されないので、めんどくさいけど、ログイン、エグジットして、もう一回、ベイグラント SSH して、Docker V ってやると、ようやく Docker が動くとかですね。で、せっかく、ベイグラントを使うんで、それを自動化しちゃったっていうのがここですね。ベイグラントファイル最初に、一番、これが最初に出てくるんですけど、スクリプト、まあ、実際 Ruby なんですけど、ベイグランドのファイルの中で、スクリプトいくつか、ここも同じですね。EPA で入れて、Docker を入れて、チェックコンフィグして、グループに参加させると。で、それらのスクリプトっていうのを一番下のコンフィグ VM プロビジョンですね。ここシェルスクリプトなんで、シェルを指定して、実行するとですね。まあ、全く同じような感じで動いて、ベイグランドアップってするだけで、EPL の上のものが全部動作して、SSH ってそれだけどっかが準備できるからですね。で、まあ、最初なんですけど、まあ、とりあえずハローワールドをしてみようっていうので、どっか、run っていうふうなコマンドをするとコンテナが起動します。で、最初なんで、どういう OS 使ってもいいんですけど、まあ、ホスト OS がセント OS なんで分かりやすくなるように部分増高で指定してます。で、その後にコマンド実際実行する、コンテナの中で実行するコマンドですね。エコーハローワールドっていうのをやると、ゲスト OS の中に Ubuntu のイメージがまずないんで、それらをダウンロードしてきて、最後にハローワールドっていうふうなものが実行されて、それで終わって終わります。これだとなんだかよくわかんないんで、次はバッシュでその中に、コンテナの中に入ってみます。ランに対して i と t というオプションですね。スタンダードインの維持ですね。
で、ターミナルから叩いてコンテナの中にそれらが、ちゃんと届くようにするっていうのがいいオプションと、TTI を割り当てるというのがオプションになります。でこれらを指定して最後にバッシュってコマンドを押すと、バッシュが起動してその中のバッシュの中に入れるというふうなイメージですね。ね、その中に、Ubuntu が動いていることを確認するために、LSB リリースというものを見ると、確かに Ubuntu の 14.04 ですね、これが動いていると。で、Exit を最後すると、元の Mac に戻ってくる。Mac じゃない、ゲスト OS に戻ってくるですね、CentOS に戻ってくると思います。で、コンテナと仮想イメージっていうのはすごい迷うっていうのは、このコンテナのライフタイムですね。先ほどエコーをしてすぐに終わったと、バッシュを起動してエグジットしたら戻ってきたって中で何が起きてるかっていうと、コンテナを起動するとこれエコーハローなんで一瞬で終わって、プロセスが終わります。そのエコーの、プロセスが起動して終わります。そうするとその時点でもコンテナっていうのは消えてしまいます。終了してなくなるというですね、これイメージとしてはその OS ではなくコンテナっていうのはあくまでプロセスなんだってことをずっと強く思うと間違いなくないですけど、プロセスの終了でコンテナの地点も消えてなくなります。で、重要なのはこのファイルシステムへの変更も完全に破棄されます。なんで、個人的にはこれを揮発性のあるコンテナですね、メムキャシDみたいにそこに登録していたものが、勝手になくなることがあると、メムキャシD再起動したときに全部その中のデータがなくなる、それと一緒ですね。でその揮発性の確認なんですけど、同じようにバッシュで起動して、エコーで添付の適当なファイルに書くと。で、エグジットして、もう一回同じものを起動すると、その添付の封というものはもうなくなっているんですね。で、下の時間軸で見てみると、バッシュを起動して、エコーで書く、ファイルに書くんですけど、それを閉じた時点でファイルシステムがなくなる。で、もう一回バッシュで起動したときってのは、それも新しいコンテナなんですね。前回のものっていうのは全く消えさせてて、新しいものが起動する。それが揮発性ですね。で、どっかの、ここの章の一番最後のまとめなんですけど、どっかっていうのはまずどんなものなのかっていうと、コンテナ技術を活用したアプリケーション配布の実行のプラットフォームっていうことですね。ただ単なる管理ツールではない。で、あともう一つの大きな特徴として、個人的に言ってることではあるんですけど、この揮発性ですね。一回作ったものはどんどんなくなっていくと。そういったものを特徴としています。で、あと、その次の話題になるんですけど、Docker ファイルと階層化イメージというのは、その Docker の次の大きな特徴です。ということで、次の Docker ファイルとイメージのビルドって話に行きます。Docker ファイルとはなんですけど、手続きを記した手の単なるプレーンテキストです。説明見るより実際見た方が早いと思いますけど、Docker ファイルとこんなもんなんです。一番、どういう順番でも書いてもいいんですけど、一番上に、from でベースとなるイメージを指定します。ここでは先ほどは、Ubuntu だったんですけど、CentOS にします。で、2行目のメンテナーというので、誰がこのファイルを管理しているかということを書いて、一番でかいのはこのランの部分ですね。ここでは EPL を入れて、SL コマンドですね、入れる。で、一番最後のコマンド CMD っていうので、実際、Docker ラン、先ほどエコーとか書いたんですけど、あそこのエコーとかってところを何も指定しないときに実行されるコマンドですね。っていうのはこれ、メタデータとして指定してます。で、ここから、先ほどの Ubuntu のようなイメージをどうやって作るかっていうと、Docker ファイルというものを指定して上で、これちょっとその共有のイメージも含んでるんですけど、MacOS 上でその先ほどの Background ファイルですね、これと同じところに Docker ファイルというふうなものを置いておくと、ゲスト OS でそのスラの Background ってところに、それらが全部自動的にマウントされてるんで、そこからDocker ファイルを直接使うのが楽です。なので、MacOS 上のエディターで編集して、ゲスト OS 上の Docker ファイル、Docker コマンドを叩くってこともここでできます。ね、その辺が、このビルドの便利なところです。で、一番最後、実際の Docker のビルドなんですけど、Docker ビルドで、オプションの T っていうのが、その一番最後のビルドが完了した時点で、その Docker のイメージの名前ですね、を指定すると。タグ、Git とかのバージョン管理システムでいうタグですね。というものを指定することができます。
で、一番最後のドットなんですけど、カレントディレクトリーのドッカーファイルを使用するということで、こういうふうに思います。で、実際、動画で、この動画、ビルドの様子を実行するものなんですけど、ドッカービルドって実行すると、まあ、一番最初の2つっていうのは、セントースのイメージアプリです。持ってきてたんですごい早いんですけど、その後 EPL を実行して、ちょっと時間が止まってすごいこうドキドキするんですけど、 EPL 実際動きましたね。動いて、次に EPL のインストールがあったら次の SL コマンドになります。 SL コマンドを入れて、なんか一回なんか失敗するんですけど、もう一回トライして無事に SL コマンドまで入って、そのイメージを確定するという一番最後の作業ですね。で、SL コマンドを実行するものがメタデータとして入れて、終わるとですね。で、次がお待ちかねのこのSL コマンドの実行なんですけど、ランで先ほど、ローカルデブの SL っていう名前に、付けたんで、それを実行する。で、SL コマンド自体を最後に書かなくても動きましたっていうので、勝手に動いて、コンテナが終了する。こういう流れになりました。で、ビルドのログ、もうちょっと、ね、さっきの動画だと分かりにくい部分もあるんで、もう一回表示すると、ステップ1、2、3っていうのは、この先ほどの Docker ファイルに書いた内容ですね。フロームでメンテナーでランが、2回あって、最後にコマンド実行する。で、最後に、ビルドが対抗して、名前、そこに値して名前を付けるようになってます。で、これの Docker ファイルっていうのは先ほど階層化のファイルシステムって言ったんですけど、これがすごい大きな特徴で、まずベースとなる CentOS に対して、この EPL を入れて、SL コマンドを入れてっていうふうな、だんだん重ねていくんですね。で、その重ねた結果っていうのを上から見ると、ちゃんと SL コマンドが入ってるし、EPL もちゃんと入ってるし、もともとの CentOS が入ってる。そういうふうに見えてきます。で、最後にもうこれとファイルシステムちょっと違うんで、コマンドを実行するようなメタデータが入るとね。で、もうサブイメージっていうのも、これがなぜか便利かっていうと、元々のこういった流れがある中に、途中で、SL コマンドじゃなくて、占いじゃない、フォーチュンコマンドって入れる。そうすると、こっからここまでっていうのが同じなんで、ここ、まあ、再利用して、こっから枝が分かれて新しいコマンドを作ると。なんで、EPL 入れるまではスキップされるんですね。これが非常に便利なところで、実際イメージとしてもそのダウンロード のと同じところっていうのは全く再利用されるんで、同じところをネットワーク転送せずに済むんで、通信がかからないと思うんですよね。で、あとビルド時も変更点がない箇所っていうのは、まあ、再ビルドしなくて済むんで、こう非常に効率が良くなるんですね。ただキャッシュが、この変更点がない部分のキャッシュが、無理やり、もうちょっと、なんかここを直したいんだけど、ここがキャッシュされてしまって困るっていうので、時はもうノーキャッシュってオプションをつけると、強制で全部再ビルドすることができます。で、先ほどの Docker ファイルの中の、いくつかのコマンドを紹介します。23。まず、フロームですね。先ほどは CentOS の CentOS のグっていうふうなものを指定しました。まあ、いろんなようなものなんですけど、タグを省略すると、レジストっていうふうなタグがあるものだと考えて、保管して、それのダウン、そのイメージを持ってきます。で、次はランコマンドですね。2つの書き方ができて、コマンドアグスアグスと、配列の中に収めるタイプですね。実際これ、パールでもシステムだとか、エグゼックの関数なんかで、一つしか渡さない場合と配列で渡す場合っていうのも、それだと全く同じ感じで、上はバッシュで、囲んで実行される。シェルが経由して実行されるんですね。下はそのまま実行されるようになっています。で、Docker ファイル、中でどう書くかっていう、シェルで実行されることを考えた上で、下のように書き方も、まあ、パイプだとか、アンドアンドで繋げたいっていうのはできます。次は、先ほどの中には出てこないんですけど、コピーっていうコマンドがあります。これはカレントディレクトリーの中から、コンテナの中にファイルをコピーする、ファイルディレクトリーをコピーするようになる。ただこれはできないんですね。
一つ上に上がったりだとか、ルートから絶対バスで、コピーしていきたいものっていうのはできないんです。これなぜかっていうと、ドッカービルドを実行したときに、まずドッカー自体、ドッカーのデーモン自体、そのカレントディレクトリーにあるものをごそっと一時的な領域にコピーしてから、そこからデータを取るためです。なんで、上一つ上にあるディレクトリーってものはその最初のコピーの段階で取れないんで、これがエラーになります。で、コピーっていうのは、先ほどの、キャッシュの話なんですけど、再利用されるって話なんですけど、まあ、こういった、コピー、リードミーってものをコピーするところだったとしたら、これ何回実行しても、コピーは1回、最初の1回しか実行されないんで、毎回キャッシュされるってことですね。ただ、このリードミー自体を編集、タッチしてあげると、そこから、このファイルが変わったってことで、新しく枝を作って、SL コマンド、コマンドっていうのはまた新しいイメージとして作り出すことができる。これちょっと、このこっから先の Git から、その段のところを多分 Git クローンとかにしたときに、イメージをビルドするために毎回その Git を実行してほしい場合があるんですね。あと、YAM アップデートを毎回実行してほしいとか、そういうの場合に、なんかこういうコピーとか書いておいて、タッチしてあげると、そこから先が自動的に動いていいのかなっていうので、まあ、Tips としてあるんですけど、なんかここから先がなんか自動的に毎回実行するような、 なんかコマンドがあるとすごい便利だなと思ってます。で、コピーじゃなくて、add っていうコマンドもあります。これ、コピーが追加されたのは実はすごい最近の、Docker なんで、昔からの add なんですけど、この add っていうのはすごい高機能で URL からそのファイルを持ってきたりだとか、ターファイル、ター GZ ファイルを指定しておくと、それをディレクトリを自動的に回答して入れてくれると思います。ただそういう機能があるんで、すごい迷いやすいですね。なんで、必要なければその、アドじゃなくてコピーを使うようにっていうのが最近の、おすすめになっています。で、次、まあ、環境変数ですね。おなじみのプラッグエンブだとか、場所も指定する部分の、多分バッシュ、シェルで経由して実行されてるんだろうなっていうので、このダラーパスワードとかっていう変数も使用することができます。で、コマンドですね。これはさっきのランとほとんど同じような感じで、まあ、ドッカーランの時に何も指定しない時に実行されるコマンドです。で、ここからちょっと新しいものが出てくるんですけど、エクスポーズですね。コンテナの中に例えばサーバーを起動する。ここではメムキャシ D をやってるんですけど、メムキャシ D を起動したときに、その11、デフォルトのポートである11211の外から見えるようにするための、このコンテナはこのポートを実寸してるよということを知らせるためのコマンドです。で、Docker Runにしたときにオプション P っていうので、前にホスト側のポートですね、を置いて、後ろにコンテナのポートを置いとくと、ホスト側から、22122でテルネットをしてあげると、そこにメムキャシティが見えるような感じです。これが割と Docker のめんどくさいところですね。で、これらのコマンドっていうのは、この Docker ファイルのリファレンスっていうのは Docker のページにあって、これを見てもらうのが多分一番いいと思います。日本語の翻訳だとかっていうのが、Docker の時代がどん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 変わっていくんで、すぐにチープ化していく、チープ古くなっていくので、これを見てもらうのが多分一番いいかなと思ってます。うん、ということで、Docker のイメージができたんで、この次は、この Docker のイメージに、Docker の中に、まあ、パールを使ってみようって話ですね。あります。で、まあ、一番簡単にできるっていうのは、このシステムパールですね。すでに入っているものを使うっていうのが一番簡単です。まあ、Ubuntu の 14.04 でバッシュで実行していると、CarlV でやると、18.2 っていうのが動いているのがわかります。まあ、これは、もともと Ubuntu の中にファイルが入っていて、それを使うことができます。ね、これが一つの点です。で、もう一つの、Ubuntu じゃない、CentOS でやるとどうなるかっていうとですね、なんと、入ってないんですよ。CentOS ってイメージサイズがすごい小さくするためにいろんなものが削られています。っていうものが入ってなかったりします。なんかパッチだとかディフコマンドってのはなんか普通入ってるだと思うんですけど、そういったものも実は入ってないんです。なんで、パールも削られてしまっています。なんで、CentOS を使う場合は、ここから、自前でパールを入れる必要があるとですね。ただ、システムパールって普段、
自分たち、まあ、パールの多分ハッカーの皆さんは使わずに自分でパールを入れるようなんですけど、そのパールの入ったイメージを使うですね、こういう手段があります。でパールの入ったイメージをどうやって探してくるかっていうと、ここで一番、Docker Hub が出てくるんですけど、Docker Hub のところでパールで検索します。とここでパールが使えるイメージっていうのがヒットするんですけど、だいたい53件ですね、今この間見つかしたところで53件入ってます。でどれを使えばいいのか正直言ったところで迷いますね。これここに書いてある情報からだとよくわからない。まあ強いて言えば、なんかダウンロードっぽいやり方があるんで、一番上のやつが一番使われてるのかなっていうのがわかる程度です。でこの中からどうやって選んだらいいのかっていうと、それらを選ぶ基準としては、まずオフィシャルのレポジトリってやつですね。で多分この一番上のパールってやつがオフィシャルなんですけど、これらを使うのがいいかなっていうのであります。で次が Docker ファイルが公開されているものですね。 Docker ファイルが公開されてないと、それに対してそのイメージの中に何が入ってるのかっていうのは全くわからない。そういったものは実際怖くて使えないですよね。なんで確実に公開されているものを選びましょう。でもう一つの、デスクリプションですね、説明がちゃんと書かれている、C 版のモジュールで、ポッドがちゃんと書かれてないものっていうのはあまり使わないですよね。なんでそれと同じような感じでデスクリプションを見て、あと Docker ファイルそれ自体見て、ニーズに合ってるかどうか、なんか実はシステムファイルの中に C 版 M を入れただけのものっていうのがあります。そういうものをちゃんと自分のニーズを満たしているかどうかを確認すると。であともう一つですね、このオートメイティッドビルドリポジトリというものを利用している、Docker イメージというものを選ぶといいかなというものであります。でこれっていうのはどういうものなのかっていうと、 Docker 自体がやってるこのものなんですけど、GitHub に対して Docker 配慮をプッシュすると、Webhook で、それらを更新を検知して自動的に Docker のビルドが走るんですね。すごい便利なサービスなんですけど、で最後にイメージとしてプッシュすると、Docker のレポジトリの中にプッシュすると思います。でこの中にそのビルドの過程の中に人の手が入らないんですね。 Docker ファイルをプッシュするだけなんで人の手が入らなくて、 Docker のビルド自体にミスがならないとですね、その中で何か人為的に何か悪いことをしね、できないってなります。なんでこれがすごい入ってると、まあ安心して Docker ファイルから確実にこのファイルが、この Docker のイメージができてるなっていうのが分かるんで、これまあおすすめですね。でこの画面からなんですけど、まずオートメイティッドビルドレポジトリっていうのが、はい、ここに書かれているやつですね。Docker ファイルがこの、2番目のタブにクリックすると見れます。であと右側のところに GitHub のレポジトリなんかにもリンクされているので、実際その人がどういうものを他に 公開しているのかだとかを見て Docker ファイルを選ぶ、 Docker のイメージを選ぶといいかなというので思ってます。でまあ自分が使ったりだとか、まあ、おすすめできる Docker のイメージというのは、こんな感じです。一番上のネパールっていうのがオフィシャルのイメージですね。で次っていうのは JM ミルズさんが公開している PLM、まあ、使ったことがあるってだけなんですけど PLM をベースにしている、パールの、イメージです。で、で3番目が自分が、まあ、自分が作ったものが一番安心して使えるんで、僕のものって言って、あと最後は、まあ、自分で作るとも、手です。でまあ、自分の作ったものってあるんですけど、カゼボードパールというものなんですけど、これの簡単な使い方っていうのは、こんな感じです。バージョンが 5.18 と20を用意してるんで、それらをタグとして指定して、パールの実行するとちゃんと起動してくるはずです。あ、これ582になってないですね。あと 5.18.1 になりますけど、こうやって実行されます。で先ほどのが、ランのコマンドを直接叩くやつなんですけど、Docker ファイルの中でこれらをベーストイメージとして使って、プラッグを入れて、さらにプラッグ V、プラッグアップでプラッグを起動することもできます。で、それらビルドをして、実行してると、プラッグ、ここではデモンとして起動せずにバージョンを出すだけなんですけど、オプション V でプラッグの 1.0.1 が入ったっていうのがわかります。でここまでがパールの簡単な使い方です。まあ、ここから先、このパールの中にいろんなものを入れていって、アプリケーションを動かすことになりますね。まあ、すごい時間がない。次、Docker で自動化って話なんですけど、
まあ、Docker の主な利用方法といいますと、まあ、ほとんどの場合、Web アプリケーションの実行ですね。Web アプリケーションに関わるものっていうのを実行することによく使われます。ただ、それ以外にもよく、使うことができるんですね。で、ここで2つの例なんですけど、左側、実はトークが落ちてしまって、すごい残念だったんですけど、Docker のコンテナで、MySQL のテストをしようと。で、MySQL を、起動して、そこに対して、初期の設定をしていくよりかは、Docker の中にもう MySQL が初めからセットアップされているところで、Docker ランで MySQL を起動した方が早かったよっていうので、すごい便利な例ですね。で、もう一つ、右側というのは、ファイルとは直接関係がないんですけど、RPM だとか Web パッケージを作ろうという話です。で、もう一つ、僕がやったのは、パールビルドですね。パールビルドっていうスクリプトがあるんですけど、これをファットパックにする方法、やつです。ファットパックなんてどういうものなんですけど、既存モジュールですね。これらを全部一つのスクリプトの、一つのテキストファイルの中にまとめて、パールのスクリプト、依存関係が全部含まれているんで、これをコピーするだけで使えるものになります。で、アップファットパッカーってモジュールを使います。一番有名なところで C 番マイナスね。これでも使われてます。で、パールビルドなんですけど、これを実行すると、パールのダウンロードしてきて、それをビルドして、指定したディレクトリの中にパールを入れてくれるってやつですね。PLEnv、先ほども出てきました PLEnv だとか、XBuild、これタゴモリスの、公開しているモジュール、スクリプトなんですけど、これでも利用されています。で、パールのビルドの使い方はこんな感じですね。ちょっと時間がないで飛ばします。で、ファットパックの、手順なんですけど、大体こんな感じかなというので思ってて、サポートした一番古いパールを用意して、で、そこに対して、いくつかのモジュールを入れて、依存モジュールインストールアップデートして、最後にファットパックをする。で、ただ、ここからの上の3つっていうのはいつも再利用できて、Docker のイメージをここからここまで作っておいて、再利用すると一番早いのかなというので、Docker 使ってみようかと思います。で、書いた、Docker ファイルがこんな感じですね。ずっとつら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 とファットパッカーまでが、再利用ができるところで、一番下のところで、バッシュでいろんなことを3つのことをいっぺんにやっちゃってるんですけど、依存モジュールをそこで一番新しいのにして、ファットパックを実行するとなってます。それらを実行するとこんな感じですね。ドッカービルド、ドッカービルドで最後のランの前、手順までの前までをそこまでビルドしてランコマンドを実行すると。で、もしパールビルドの方に変更が入ったときにはランだけを実行していると、パールビルドのスクリプトが自動的にこのディレクトリの中にできるようになっています。ただこのDockerのインストールとか、まあいろいろ確実に全部自動化したいってことで、まあ、ベイグラウンドをいろいろ合わせてやるとこんな感じですね。こんな感じで実際、パールビルドの Git のレポジトリの中にはこの Docker ファイルが、ベイグラウンドファイルも含まれています。で、ここで、いくつかあるんですけど、Docker の、ベイグランドのプロビジングの中に、実は Docker ってものも含まれていて、その、ベイグランドの中で Docker を起動することもできるんですけど、この、プロビジョン、Docker プロビジョンのところでは、ビルドしか実際やらずに、一番下のシェルでもう一回やってるっていうところ、これの特徴なんですけど、あと、なぜこれをその Docker プロビジョナーの中でランまでしないかっていうとですね、これだけだとファットパックが終わる前にベイグランドアップっていうのが終わっちゃうんですね。そうすると、いつその実際パールビルドを実行しているのが終わるかっていうのが分かんなくなってしまうんで、まあこんな感じでシェルスクリプトも合わせて実行すると。これだとうまく動きました。すごいバトノーハウなんですけど、あります。で、これを実行するとこんな感じで実行ができて、最後ですね、パールビルド自体が、この一番上のディレクトリ、一つ上のディレクトリで、きっと、ね、モディファイルされているのがわかります。ね、ただに言うんですけど、このファットパックしたパールビルドの動作チェックってもうまだやってないんですね。なんで、これも、Docker でやるとすごいはかどると思うので、プルリクエスト、誰か送ってくれると嬉しいなと思ってます。最後時間がない。まあいいや、この辺は。
どうしよう。まあ題材としてはなんか7月ぐらいになんか公開したこんな探索のアプリケーションがあって、それに対してですね、まあ、まず審判ファイルをコピーしてきて、カートインストールして審判ファイルでカートインブレイクをする、まあ、それだけのことなんですけど、まあ、ここで、まずなぜ最初に審判ファイルだけをコピーしてるかっていうと、一番下のコピーですね、下から2番目のコピーで、いろんなものがまず一番上でコピーをしてしまうと、その中で、例えばテンプレートファイルをいじっただけでカートインストールし直し、これって一番すごい時間の無駄ですね。なんで確実に更新されてCPAN ファイル、まあ、CPAN スナップショットが更新されてなければカートインストールが必要ないんでっていうところでこういう順番に実行してます。なんかすごいバトノウハウなんで、この辺がもうちょっとうまく動くようになるといいかなと思ってます。あとロッカーイグノアっていうファイルももう一つあって、カートンのローカルのディレクトリですね、これをコピーしなくていいようになります。でこういうふうにやるとできます。でアプリケーションの起動、まあ、先ほどのメムキャシティと全く同じですね。コンテナの中の5000番ポートっていうのはホストのポートで1万5000で実行されたって見れるようにすると、さらに、まあ、そのベイグラントの中のゲスト OS の中で動いてるんで Mac 上からは直接見れないので、ベイグラントの方でポートファードしてあげると、Mac だと2万5000をゲストの1万5000にして、さらにゲスト OS 上で1万5000からコンテナの6000、なんかすごいポートファードもすごいめんどくさいんですけど、これらはまあ実行してやるとうまく動きます。こんな感じですね。2万5000番ポートで十分にできました、ね、あのこのウェブアプリケーション、まあ、これだけできるんだったらもうプロダクション入れてしまえばいいじゃんという話になるんですけど、実際の、僕運用の本業でやってて、ログの取り扱いだとか、まあ、SQL の接続情報の受け出しだとか、性能がどうしても、ね、ネットワークの方にちょっと顕著なんですけど落ちます。で、あと、イメージのビルドとかデプロイの手段ですね。結構何十メガっていう、データを移動しなくちゃいけないんで、それはめんどくさいですね。結構、オーバーヘッドでかいなってのと、あと、スレッド自体の感じですね。その辺っていうのがまだ、あって、まだまだ、どっかで、オブジェクティブアプリケーション本番で使うというのは、課題が多いのかなと思ってます。ただまあ、引き続きこのどっかで遊びながら最新情報を送っていきたいと思っているので、これからも期待していいかなと思ってます。以上です。ご清聴ありがとうございました。